80年代に抜群のスタイルと歌唱力で、まさにトップアイドルだった。歌手の河合奈保子さん。八重歯がとっても可愛かったですが、あれだけの人気を誇ったにもかかわらず、芸能界引退のはっきりした知らせもないままに、姿をお見かけすることもなくなりました。気になったので調べてみることに。河合奈保子さんの生い立ちは、1963年生まれの57歳、大阪生まれの東京育ちで、父母と妹の4人家族でした。芸能活動のために、明治大学附属中野高校、定時制に編入して卒業。小学校からピアノを習い始めて、中学ではフォークソングクラブに所属するほどでしたから、もともと音楽に興味があったんですね。中学2年生の時、スター誕生に応募しますが、書類選考で落選してしまいます。あのルックスでなぜ落ちたのか不思議ですが、彼女の芸能界入りのきっかけは、西城秀樹さんが所属していた事務所主催の新人発掘オーディション。秀樹の弟、妹募集。全国10代新人歌手オーディション。へ応募して優勝したことは有名ですが、晴れて西城秀樹の妹としての、1980年デビュー時のキャッチフレーズは、微笑み爽やか、カナリーガール。なんとも、時代を感じるキャッチですね。2曲目、ヤングボーイが初ヒットして、第22回日本レコード大賞新人賞を受賞し、前途洋々だったのもつかの間、デビュー2年目に悲劇が襲います。1981年、リハーサル中に誤って4メートル下に転落する事故に見舞われ、第一腰椎圧迫骨折の重傷を負い、約2ヶ月間の療養を余儀なくされますが、それでも約1ヶ月後からコルセットをつけて復帰して、その年の NHK 紅白歌合戦にも初出場し、トップバッターを立派に務めています。それからも順調な活動を続けて、5曲目、スマイルフォーミーで、オリコントップ10入りを果たして以降、ラブレター、喧嘩をやめて、エスカレーションなど、合計21曲がトップ10入りして、押しも押されぬトップアイドルとなった。河合奈保子さん。1986年、全曲自作のアルバム「スカーレット」をリリースしたり、アーティストとしても活躍するようになります。そしてその活躍を生んだのも、郷ひろみさんや野口五郎さんと共に新御三家の一人として、70年代から80年代の日本歌謡界に多大な功績を残した故西城秀樹さんのおかげとも言えます。というのは、河合さんと西城さん2人には、ある伝説の裏話があります。あのオーディションでの河合さんの結果は、実際は準優勝にしか過ぎませんでした。ですが、西城秀樹さんが、事務所が選んだ優勝者を準優勝にしてまでも、河合奈保子さんを選んだのです。当然、そのことを河合さんも知っていて、だからこそ、河合さんは西城秀樹さんに対して、言葉に表せないほどの感謝の気持ちと残念な気持ちが人一倍あるのではないでしょうか。まさに恩人と言っても過言ではありませんよね。ですから、西城秀樹さんの訃報を知った時、あまりにもショックすぎて言葉が出ません。秀樹さんにただただ多くの感謝の気持ちをお伝えしたい思いでいっぱいですと言っていて、まさに断腸の思いで絞り出した言葉でしょう。そう伝えるだけで精一杯だったと思います。しかし、彼女はお別れの場には現れなかったと言います。なぜなのでしょうか。河合奈保子さん、 CM 撮影のためにヘアメイクしてもらったことが馴れ初めで、1996年、ヘアメイクアーティストの金原康隆さんと結婚し、二人のお子さんを出産して、子育てに専念するため、子育てが終わるまでは仕事をしない、と誓い、芸能活動を休止したのだそうです。現在は、ご家族で、
オーストラリアに移住しているそうです。しかしあれだけのスターの座から降りるなんて普通の人間なら欲しくてできないはずですし、いかに家族愛が強いかわかりますよね。さて、そんな河合直子さんの家族とは、そこまで河合直子さんを決心させた夫の金原康隆さんはどんな人かというと、その業界ではカリスマ的存在で、宇多田ヒカルさんや倖田來未さんなど有名アーティストのヘアメイクにも携わり、海外では音楽業界誌ビルボードのアルマーニの広告の担当もしていた。世界を舞台に活躍する方だとか、そうでないと海外移住してスタジオ付きの豪邸など建てられるわけないですよね。そして最愛のお子さん2人ですが、長男は現在23歳の一般人として暮らしているようですが、長女はかつて14歳の時にカホという芸名で歌手活動をして、河合直子さんの娘でもあることから大きな話題を呼んだそうです。カホさんは6歳の頃からピアノを弾き始め、12歳の頃には作詞作曲するようになり、その見た目からは想像ができないほどの抜群の歌唱力の持ち主なんだとか。カエルの子はカエルなんですね。カホさんのデビューしたきっかけは、父の金原康隆さんが宇多田ヒカルさんのヘアメイクを担当していた時に、その縁で宇多田さんを手掛けたプロデューサーに娘のデモテープを聞かせたところ、これが13歳の女の子の奏でる音楽だなんて、まさに奇跡と絶賛されたほどなんだとか。そして若干14歳にして、エブリヒーローストロングアローンでデビュー。いきなりドラマミスパイロットの主題歌に決定。普通なら有頂天になってしまうでしょうが、カホさんはただ歌うことや楽曲を作ることが好きで、作りためていた作品がたくさんの方々のサポートによりリリースが決まったこと、心から感謝しています。年上への感謝を忘れない大人のコメントをしたのです。これも河合直子さんの教育の賜物でしょうか。境遇が似ていることもあって、第二の宇多田ヒカルとも呼ばれたカホさんですが、なんと音楽活動はたったの1年間で休業してしまいます。引退はされていないとのことですが、それだけの期待を受けていたのに、なぜなんでしょうか。実はそれは河合直子さんのある思いが込められているのだとか。その思いとは、音楽活動よりも学業優先、世界で活躍するアーティストになってほしい。自身の現役時代の経験もあって、世間で通用するちゃんとした人になってほしいという思いと、一過性の人気で終わらないためにはやはり学業が必要だと痛感しているからこそなのだとか。現在はオーストラリアの大学でデジタルメディアを勉強されているそうです。卒業したら活動再開するかもしれませんね。いずれにしても、河合直子さんが休業状態なのは、子供たちを立派に育てたいがためということなのですね。休業中の河合直子さんとはいえ、全く芸能活動してなかったのかというと、そうではなくて、2006年に自作ピアノ作品集なほこ音を CD で発表したり、そして2010年には地方銀行の CM に楽曲提供するなどされています。そしてその際には、今は専業主婦がメインだが、音楽活動ができることになれば皆さんの前できちんとご挨拶できたらいいですと語っていますので、楽しみですね。さらに2017年には写真集や DVD も発売。80年代のアイドルからアーティストへ、今も進化を続ける河合直子さん、これからの動向から目が離せませんね。いかがでしたか。あなたはどう思いますか。私は河合直子さん、この人ほどなるべくしてなった、そう思わせる箇所は少ないのではないでしょう。
ようやく子育てもきちんと終わって、お別れに行けなかった秀樹さんに挨拶に行けるようになったのではないでしょうか。これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。